ところで皆さんはカプコンのゲームソフトをいくつ持っていますか？カプコンのゲームはこの研究開発ビル内で制作されています。つまりここはカプコンの心臓部というわけです。ゲームを面白くするのもつまらなくするのも企画次第と言ってはオーバーですが、ゲームを制作する上で企画は重要な役割を持つと言えるでしょう。パートを正常に機能させ、ゲームソフトとしての命を吹き込むのがソフトマンと呼ばれるプログラマーたちです。